小米水は、イラクサ科の植物でごく小さな多肉質の草。日本では、幾多植物で、沖縄ではごく普通に見られる。小柄な一年生から一年生の草本。多重質の植物で、枝先は横に広がる。茎は直立、または斜めに立ち、高さ5から10センチメートル程度にしかならない。茎は、無毛でやや多肉質、緑色か紫を帯び。 よく枝分かれして、量がある。葉は体勢で茎に2列をなしてつく。葉は大きさに差がある。大きい葉はやや楕円形で、長さ5から6ミリメートル、洋芯より短い葉平がある。これに耐性する葉は長楕円形からヘラ形でやや小さい。いずれにしても洋芯は緑色で、円は滑らか。葉の表では、中六に垂直な、 長さ0 3ト、mm、ルほどの白いウジ虫状の隆起した結晶線があって、結晶線の間には金状態が点在する。小さい葉は蒸気の葉の半分の大きさしかなく、節の部分に出る単枝に束になって生じる。ただし葉の大きさや葉の厚み、喪失などには変異が多い。尾花と目花の区別があり、私有同種、あるいは異種。 どちらの性の花もごく小さく、溶液から出た単枝に数個ずつ生じる。褐色は緑か紅色を帯びた緑で、計1ト、mm、ル。可比片は4個で、長さは1ト、mm、ルに満たない。雌花では可比変は、卵形で先端が尖る。痩せかは、卵形で2両があり、扁平で、長さ0 5ト、mm、ル。可比片より長くて結晶線がある、原産地は、 南アメリカであるが、現在では、世界の熱帯域に広く帰化している。沖縄には、第二次世界大戦の後に帰化した。初島では、鹿児島市から報告があることを記している。本州での記録は1991年に、東京都で、また1998年には、神奈川県でも報告が出た。一年うだが沖縄では、通年にわたって見られる。 湿った岩やコンクリートの隙間などによく出現する。日本には水族の植物が本種以外に8種ほどあるが大部分が葉の形がずっと大きくて普通に木の葉型で虚子がある。虚子のない小さな葉を持つものとしてはコケ水ピーペプ,プロイズがある。ただしこの種は葉が卵円形で葉平が葉身と同じくらいの長さで茎は横に広がらないなど 外見的にはかなり異なる。雑草ではあるが、何しろ小型なので、沖縄でも特に大きな迷惑にはなっていない。以下、主として、初島、P232 清水編、P43 清水編、P43 以下、清水編、P43 初島、P232 清水編、P43 清水 P10 佐竹ほか、P5。ありがとうございます。